どうもどうも、アニメ漫画解説部の猫神イタチです。ということで今回は約束のネバーランドでカットされてしまったラムダ7214について詳しく解説していきたいと思います。他にも今まで原作とアニメの違いについて動画を上げているので、よかったらそちらからご覧いただいて今回の動画を見ていただくとより楽しむことができます。今回の動画はアニメと漫画のネタバレを含みますのでご了承ください。それでは解説をスタート。まずノーマンがグレイスフィールドを出た後連れて行かれたラムダ7214とは、西の果てにある試験農園でラートリー家と鬼の5つの貴族が協力して作られました。現在の鬼の社会ではグレイスフィールドなどの高級農園の人肉は王家と貴族が独占している状態で、下級の鬼は量産農園で作られた質の悪い肉を食べていることによって人型を保つことが難しくなってしまうという社会問題に発展していました。そこで考えられたのがラムダ7214でした。この農園の目的は多種多様な高級肉、質のいい量産肉を増やすことです。そのため食用時には投薬と人体実験を繰り返して品質改良が行われていました。そうすることによりノーマンと一緒にいた仲間たちのように筋肉や神経、感覚など人間を超えた異常な発達や能力を持った子供たちが予期せずに誕生してしまいました。そしてノーマンはグレイスフィールドからこのラムナに送り込まれたことにより同じように薬を投与され、グレイスフィールドよりも高度なテストを受けさせられ、頭のいいノーマンの天才的な脳を解析し、今よりも良質な脳を作る仕組みを研究されていました。そしてある日、この施設に送られたノーマンは実験されながらもくじけず、エマたちとの再会を希望にラムダ7214からの脱獄を考えました。漫画でもどう脱獄をしたのかは描かれておりません。ここからは2期の5話から出てきた様々な能力を持ったラムダ7214から脱獄したメンバーについて詳しく紹介したいと思います。まずは紙袋をかぶったザジ。このザジは会話をすることができません。怪力がザジの強みとなっております。ザジは約束のネバーランドの作中に登場した時から素顔を紙袋で隠しており、目だけが紙袋から確認できます。ボスのノーマンの腹心とされているため、その破壊力はかなり強力なことが予想されています。そして長い黒髪のポニーテールが特徴の可愛いキャラクター、こちらがバーバラです。非常に負けず嫌いで男っぽい性格をしており、人間の子供を一方的に喰らう鬼を許すことができませんでした。そのためバーバラは人間を喰らう鬼を倒した際に逆に鬼の肉を喰らうという衝撃的な行動を作中でとっています。しかし強気で負けず嫌いであるものの、頭ではなく直感で動くことからお茶目で可愛い姿を見せてくれます。バーバラの脚力は凄ましいほどの威力を持っており、感情を爆発させて力を入れるだけで立っている地面に大きなひびを入れることができます。そんな並外れた力を持つ暴走気味のバーバラを一言で抑えるほどのシスロ。こちらのシスロはどれぐらい強いのかっていうのはよくわかんないんですけど、シスロはすごい子供っぽくて可愛げがあるキャラクターです。そして頭部に大きい縫い目があるのが特徴なヴィンセント。ヴィンセントの能力は肉体的な力というよりも知識能力が高いキャラクターです。ですので医学の知識も豊富に持ち合わせており、子供たちを治すこともできます。
このようにラムダ7214のメンバーは今はすごい怖く見えるかもしれないんですが、とってもいいキャラクターなんですよ。アニメではカットされましたが、漫画でもね、詳しくはそこまで載っていないという感じなんですが、よりアニメを楽しむためには必要な知識なのかなと思いまして、今回このような動画を撮りました。これからもこのように細かく約束のネバーランドについて少しずつ紹介していきたいと思うので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そしてチャンネル登録1000人も達成しました。皆さんありがとうございます。これからも応援をどうぞよろしくお願いします。ということで以上、猫神イタチでした。今日もお疲れ様です。